注意点は、最初のマルカールは3つは最初の3つはこの低音の音はそんなに強くない、そのまま力を抜いてマルカールを続けて、やね、最高4つ目のここの低音は強くで、あと最後この最後の音、そしたらその次のレマーテは裏から入るので、表のこの手を最初の一発目の上げる方が、大切。打った最初と最後の音だから、上げる最初のイ、これも大切だけど、最後のうん、4連なんだけど、3つおきに長いやつはアクセントで、必ず手首は力を抜いて、アクセントのところは他の音よりもアクセントじゃないところよりも、高く上がってないとアクセントの音がにならないから、力を入れてやらない。だけ。そして最後の 4つ目のバリエーションは長いやつが3連になるので、うん。練習してきてる。